今日も例えば、いらっしゃった時点で頭痛とかって、はい、終わりですか？でした。今日はでも頭痛はないですね、うんうん、あ、そうなんですね。ただやっぱりその肩の気持ち悪さはずっとあるんで、はい、うん、ああ、はいはいはい、こう、はい、感じないことがないですね。あ、そうなんです。常に、はい、常につきまとってる感じなんですかね。ゆっくり体ちょっと横向きにしてからで、はい、起き上がるようにしていただいていいですか？そうですね、はい、こちらになります。はい、肩回り叩きますね、はい。お疲れ様でした。はい、まあ、物足りない施術ですいません。いえいえ。90分やらせていただいたんですけれども、はい、今の感じとか気分的にはどうでしょう。まあ、体は温まってますね。はい、結構ポカポカと。はい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 。そうですね、あの首周り結構あったかさとか、はい、押した時の柔らかさは、はい、最初に比べると入っていく感じとか、はいはい、あの押しやすさが出てきたので、はい、よくはなったと思うんですけどまあそうです、ね、ただ多分本当にその、はい、あのもうすごい、はい、芯の部分ですね、絶対量が、そう、芯の部分だったりとかがすごいので、はい、ちょっと上積みを取ったぐらいにしかなってない、はい、感じで申し訳ないです、まあ、なんかその自分も、はい、その結構いろいろ受けてるんで、はい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 、はい、まあ そうそうこう取れるもんじゃないなっていう自覚もあるんで、はい、はい、それをこう90分でなんかなかなか無理でしょうけど、はい、いや、はい、いかがで、あの率直に言っていただいて、まあまあその、はい、もう強押しっていうところはね、もう、はい、まあ、絶対的なね、あれがあるので体重的にも、ね、はい、あれなんですけど、はい、なんかこうリズムだったりとかはいかがでしたかね。あ、そんなにこう速、うん、いようなリズムじゃなくて、うんうんうん、あ、そうですね、持続圧メインなんで、はい、はい、そうですね、いい感じですね。よかったです、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。はい、受けること自体も結構、うん、その気持ちいいんで、うん、受けるのが好きなんで。あ、そうですね、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、また何かありましたらよろしくお願いいたします、はい、まあ、できるように少しまだまだ自分がね、技術力不足だったなと。あ、なんかその10年、まあ、一応スタッフ時代というか、はい、あの働かせてもらってる時からでいうと12年ぐらいなんですけど、はい、いや本当にまだまだその氷山の一角っていうか、知ってるお客さんっていうので、はい、まあこういうぐらいだなとか、はい、こういう人が多いよねっていうぐらいで、はい、なんか知った気になっていたけども、はい、まだまだその、はい、こんなもんじゃ足りないんだよっていう人がいっぱいいるんだなっていうのを、はい、神田さんで、いっぱいは、そうですよね、いっぱいは多分隠れてると思うんですよね。そうですね、多分こう、もうどこ行ってもダメだからって言って諦めちゃったりとか、はいはい、結構諦めてる人もいると思うんですよ。で、多分その諦めてる人って、うんうんうん、ダメだよ、足りないよっても多分言わないと思うんですよね。ああ、確かに確かに、はい、そっかそっか。だから見えない部分って結構いると思います、はいはい、そうですね、ちゃんとできたっていう気になってるけど、はい、実は満足してないとかってこともありえますもんね、はい、ありえますね。ね、うーん、はい、なんかそういうことが勉強になりました、はい、あのもうちょっと技術とかね、磨いていろんなこう知識見聞を広めていきたいなと、はい、まあ、あと住み分けですよね。そうですね、こういうその旦那さんが強し専門店を作るとか、はい、そういう風にしてね、うん、こうリラクゼーション目的の人、治療目的の人とか、はい、強し希望の人を、はい、ね、まあ、あのいろんな施術法がありますしね、はい、いろんな
スタイルで、はい、皆さんがね、あの一人で全部はね、そうですよね、まかないきれないですからね。だって自分もその、はい、弱もみ専門ですみたいな、はいはいはい、当店はソフトな施術が売りですみたいなところに行って、はい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 、物足りないよとは言わないですからね。言わないですもんね、はい、そうですよね、はい、やっぱりこうそれぞれね得意分野だったりとかね、はい、まあ、まあまあ、売りがあるんで、売りがね、そうなんですよね、はい、リラクエは強もみはやってません、あんまりその他の強もみで物足りないところ人がリラクエに来ようとは思わないでください、ね、そういう時はね、サンゴさんにお願いするという、どんどん任せてください。そうですよね、はい、このでっかい体でガツンと効かすということですね、はいはい、ありがとうございました。